猫とカナリアは1927年に公開されたアメリカのサイレント映画、ジョン・ウィラードの同名義曲をドイツから招かれたパウル・レニが監督した。ドイツ表現趣味のスタイルにユーモアが加味されて、批評家たちからは前例のない映画と評価された。レニがこの映画で確立した演出スタイルは1930年代から1950年代にかけて人気のあった。 オールドダークハウスものに影響を与えた。この映画は、ユニバーサルホラーの初期の一本で、その基礎を築いた作品とも言われている。1939年にボブ・ホープ、ポーレット・ゴダード主演でリメイクされたほか、全部で5度リメイクされている。大富豪、サイラス・ウェストの死から20年後、莫大内産の相続人の名前を記した遺書が開封されることになり、 親族たちが幽霊が出ると噂される屋敷に集められる。遺産はアナベルが相続することになったが、条件があった。それは彼女が健全な精神の持ち主であること。その時から、屋敷の中では次々と怪奇な事件が起こり、アナベルは徐々に正気を失いかける。さらに、猫と呼ばれる狂人が精神病院を脱走し邸宅に逃げ込んで、ありがとうございます。